俺の小学校には、授業の3時間目ぐらいに、校門に現れる、通称、アキチン、という黒い帽子に、ジャージを着た謎のおっさんがいて、そいつは必ずその時間になると、校門で踊っているんだ。しかも毎回同じ踊りで、毎回同じ場所。手を上下に振りながら、首をめちゃくちゃ振ってる。先生たちも知っており、最初、小学校に入った時は、皆で楽しんで見ていたんだが、そのうち慣れて、皆も気にしなくなってきた頃の話。俺は、みんなと縄跳びで遊んでいた。当時は、リズム縄跳びといって、ラジオで縄跳びを飛んでさらに上級を目指すというのが流行っていたんだ。そんで、肝心の縄跳びを学校に忘れた。土日だったので、先生は一人しかおらず、先生と教室に入って、縄跳びを取る際、外を見たら、なぜか校庭にアキチンがいた。いつもの校門ではなく、そしたら、アキチンと目が合ってしまった。初めて顔を見た瞬間、身震いした。なぜなら、顔が真横になっているからである。その瞬間、アキチンが思いっきり走って、俺たちがいる校舎に向かってきたが、考えると、先生が俺を校舎に入れたとき、校舎の玄関の鍵は開けた状態だった。小学生だったため、腰を抜かした俺は先生にすがりついた。先生もびっくりしたらしく、すぐさま近くにあった、でかい先生用の、1メートル定規を持って廊下を出て、階段を降りた。すると、バタバタと階段を登ってくる足音が聞こえた。隠れていろ。と言われたので、壁際に急いで隠れた。空き地を待つ先生の姿は、ヒーローそのものだった。まるまる、俺のこと、俺が良いって言うまで、そこから動くんじゃねえぞ。と、言われ、先生の神々しさにドキドキしていた。足音もバタバタしなくなって、数分経過したが何も気配がない。階段を覗くと、先生も、バタバタする足音もなかった。と、その瞬間。まるまる、もう出てきていいぞ。と聞こえた。しかし、先生の声ではない。急に期待から、一気に恐怖に変わった。数分間、その場で恐怖で震えていたが、今すぐここを出たいという気持ちと、あの声の恐怖が入り混じった。ついに決心した俺は、階段まで一気に走った。すると、廊下からバタバタ足音が追いかけてきた。もう怖くて怖くて、とにかく走った。無我夢中で。玄関を出て、すぐ校門まで走ると、もう足音は後ろから聞こえてこなかった。ぐしょぐしょに泣きながら校舎を見ると、俺の覗いた教室から、先生とアキチンが顔を出していた。後日、その先生は職員室にいた。それ以来、もう先生と話すこともできず、顔も合わせるのが嫌だった。先生はその事件以来、1週間で教師を辞めて、どこか行ってしまった。アキチンのことも、それ以来見ていない。もうあのことを思い出したくない。いろいろと謎が多すぎる。また、あのアキチンの顔を思い出すと、背筋が凍る。こっちに来るような気がして。以上です。ちなみにその小学校はまだあると思うが、よくわからない。アキチンを知っている人もいると思う。